じゃあちょっと失礼させていただきます。よいしょ。うおー、トラシャだなこれ。よっこらせ。なるほど。あ、低速粘りますね。あ、すごい、なんかハンドリングが素直。なるほど。お、わ、これシフトが大変だ。じゃあちょっと向こう行ってきます。はい、ボスボスさんのセロに乗らさせていただきました。なるほど。ハンドル幅が私の今の SL よりも広いな。今日はね、あれなんでちょっとシフトチェンジが厳しいかもしれないですけど、低速は結構今セカンドですけど、やっぱり粘りますね。粘る。 SL よりもやっぱり2速は使いやすいかな。ボスボスさんも、スプロピュア変えてるみたいですが、2速を、なるほど。まあ借りてるバイクなんであんまり変なとこは行きませんが、やっぱりね、操作系は人それぞれね違うんで、操作にはちょっと慣れが必要ですが、もうちょっとブレーキのペダルの位置からするとこの辺か。なるほど。はい。やっぱり違いますね。エンジンはやっぱりスムーズだよな。前もボーンさんの時に乗った時にそう思ったけど、さてこの上りはどうでしょう。セカンド、ねえ、すごいな。低速も粘る。セカンドでこのスピードで余裕ですからね。はい。SL だとね、まあ余裕なんだけど、ちょっとやっぱりエンジンストールしそうになるんで、ファンクラいるんですけどね。タイヤが強い人じゃないんで、どのくらいかがちょっとわからないんで、どのくらいグリップするのかわかんないんで、あれですが、どうだろう、ここ。あ、ちょっと待って、シフトがない。シフトがない。足、これ、ボスボスさんのはね、これシフトがね、ちょっと大変。ちょっと待って、これ、走りながら俺、耐えられないかも。これ、2速。
これシフトがね難しいあのつま先が入らないから二足で行きます。これ急に落とそうと思って落とそう、とか上げるとかね無理、今の私には多分。なるほど、なるほど。ポジションがいいよな。いいかも。粘るね。余裕だもんね。このスピードでね。なるほど。いいんですね、セロね、やっぱり。なるほど。はい、短いですが、私がマスボスさんのセロに乗ってみましたという動画でございます。面白かったですよ。バランスがいいっすね。デルタのサイレンサーで、フロントオークがテクニックスで調整してるということですね。これリアサスはノーマルでしたっけ？リアもテクニックス。リアもテクニックス。はい。で、ローダウンしてあって、シートも、はい、ローダウンですね。だから私の SL から比べると、こう全然違うでしょ。もうトラシャーっすよ、トラシャー。いや、やっぱりセロはポテンシャルが高いっす。はい、ということで、それではまた。